ずっと目標にしていた舞台だったので、そこで優勝をいただけることがものすごく嬉しくて、もういろんな方に感謝の気持ちでいっぱいでした。その時は自分でこう納得のいく踊りができたという感触はありました？はい、なんかもうやりきった感に溢れていた感じです。私たちこのチームと戦ってるんだっていうのが、音楽を聴いた時に感じるイメージがすごいですね。一応そのソウル&ワッキングっていうジャンルはダンスの世界だとちょっとまだ人数が少なくてなんだけど、彼女たちはそれを好きで踊ってくれていて、それをそうですね、全国世界に発信できるようなダンサーに育ってほしいと思います。やっぱりソウルダンスって相手と一緒に楽しんで踊れるっていうのが一番の魅力だと思います。自分らしく自分のダンスをもっと成長させられるように頑張りたいです。